対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーが、マンダバナ、バシャーム、ギャードス、ポリゴン2、ジバコイルということで、ラティオスが刺さってますね。ただどうしよっかな、初手が読めねえ。こっちもバナ出す、ラティ通す場合ギャラが障害になります。まあメガギャラじゃないだろうから多分、とは言ってもキャラってラティでワンパンできないので、そこが難しいとこですよね。さあ飛行 Z の可能性もあるからな、バナ出してはい解決ってわけにはいかない。でもラティからでいいか。あれポリゴン2がな、めんどいっちゃめんどい。でもラティオスから入るか、いや地箱から来そうな感じするから、でもラティカラーでいいよね。ラティランダイルとかでいいんじゃないかな。いやこれギャラ重たいか、かといってバナを出すかっていう話ですよね。いやラントから入る、いやラントから入ると相手のポリゴン2来てるからラティから入る。ラティオスバナで行くか。いや、大材料を信じる。今ボタン押せてた。わかんねえ。はい、対戦よろしくお願いします。不思議バナ、オッケー。これはラティオスから入って正解でしたね。これ、ラティ受けるのがポリゴン2の場合に、ここで瞑想積んでしまえば勝てるまであるから、ここ瞑想から入ります。まあ、ポリゴン2みたいな耐久ボケも突破するための、瞑想だけど、地場コイル、でもこれ瞑想もう積んでっていいんじゃないかな。地場コもラティで突破するぐらいのがいいよな。あとこれ瞑想2段階アップになるから、次積めば地場コでラティ見るのはだいぶ厳しくなりますよね。うん、これはもう瞑想で攻めていこう。ギャラがいる場合にも瞑想積んでおくのが重要なので、ラスカノがどれぐらい入るか、メガネじゃなければ多分もう全然入んない。ただメガネアナライズの場合は火力がやばいので、ラスカの、はい、あと D ダウンが怖いですね。 OK、 やっぱ直帰とかだろう。だからサイコショックがだいぶ通るはず。詰めるだけ積もう。いつ D ダウンを引いてもいいように詰めるだけ積みます。まあ急所は怖いけど、そこはもう考慮してらんないんで、この型を使う以上。ラスターカノン、はい、うん、全然入りませんね。3段階アップサイコショックどれぐらい入るんだ。一発殴って、いやまだ早いな。4段階アップぐらいから殴っていい気がするけど、ここ瞑想して次跳ねして殴り始めますか。ここまで積んでしまえば相手も受けるポケもいないだろうし、まあ相手がしたらもう急所ワンチャンだよな。試行回数はありますからね。ただメガネじゃないだろうし、 HP が満タン近くになれば急所でも耐えそうっちゃ耐えそうだな。まあメガネ出すからも耐えるわけだから耐えるはずですけどね。で羽休め、次羽して殴っていけばいいかな。うわーこれ引くか、危ねえ、耐えたけど急所怖よかった。羽して2連続急所じゃなければでも大丈夫そうだな。ですね、あの HP 残っていれば急所耐えることが分かったから、2連続急所じゃなければいい。あと D ダウン控えるのが地味に美味しいですね。やめてくれよ、2段階急所はそれに確率おかしいからな。試行回数うるの話じゃないから。オッケー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 。でここで跳ねして、ここ跳ねしたら急所引いたも落ちないし、殴っていきますか。直帰っぽいけどな、ジバコだからサイコショックの採用が生きるはずですね。メガネの火力じゃない。ラスカのカラスっつっても結局、あでもラスカのカラスに行った方がいいか。これラスカのしか通る場所ない。いや殴った方がいいな。ここで急所引かなければ地箱突破できそうだし、サイコショックこんなもんだ。あー微妙でも、いやでも落ちるな、これは落ちそうだけど段数絡みそうなので一応羽をしますか。一応羽をしよう。 HP 残して突破することに越したことないし、さっきも言ったようにここで羽すれば急所でも落ちないので、この羽は安定行動ですね。このタイプ相性を無視して突破してくラティオスかっこよすぎん。D ダウン引かないの偉いな。あれアスタガロンって D ダウンありますよね、確かサイコショックで。
落とせればだいぶでかい。落とさなくてもまあ大丈夫でしょう。オッケー、ラティオスが強すぎる。でバナは倒せる。ポリゴン2もまあまあいけるはず。バシャーも、はははは。岩 Z とかですかね。ビーフっていうかな、セコショックでいいか。引いてきた何読みだ、引くと思ったのかな僕が。何かを読んだんだろうけど、サイコショック、まあ、僕が何かを警戒すると思ったのか相手からしたら。これはだいぶいけそうですね。多分 Z を使うぐらいしか相手だ、ラティを倒す手段ないと思うんですけど、 Z をこれ消費させたら裏のポケモン倒せないと思うので、これは初手ラティオスで試合が決まった感じありますね。じゃあサイコショックで守る。なんか Z っぽい気がするけどな。ただ B にかなり振ってるラティオスなので、中途半端な Z 技では落ちないはず。イワ Z とかか。ああ、それじゃ絶対落ちないな。全然入りませんでしたね思ったより入んなかったな。サイコショックで勝ちと気合玉 Z とかだったとか、もしかして。いや違うと思うけど、まあ、これは BS ラティオスが生きた試合でしたねB 振りは生きてないけど別に。はい、ということで対戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがモロバレル、ボルトロス、ポリゴン2、テテフ、ミミッキュ、ボーマンダということで、うわー、めんどくせえな、あいつ、モロバレル。バナでも見えないしな、モロバレル。まあ、バナはまだやれる方だけど、ただ、相手のパーティーにテテフとマンダがいるんで、バナはすげえ出しづらいですね。ラティオスで見るか、ラティノが、ラティは刺さってるな、まあまあ。ただ、相手のボルトがいるので、そこをどうケアするか。初手読めな。ラティオスから入るか。でもテテフから来るかな。アイアントから入るか。アイアントから入ってアントラティ、大台でもまあ悪くはないですね。もうできますかね。ほい、はい、よろしくお願いします。メガ選出なしでしたね。このパーティーメガ選出しないことってあんまないんですけど、ポリゴン2から来た。これはフリータイム。あの爪と右ばかり引いても通せないので、C が上がっちゃうからな。でもレイビー打ってくるか。いやここ一発殴ってもいいか。ひずませよ。ハニャーヘッド、よしで、バカ力多分落ちないけど落ちないけど、まあ削り割りられるはず。当たらないまあ平等ですね。再生、はい、であればラティオスで結局何もなかったな。再生ここもう一回押してくる可能性あるんで、ラティ引きますか。引いてきた、はい、誰だ、ボーマンダ、悪くないですね。うちのラティオスはボーマンダのセミタックルを耐えます。マンダはでもここ流星群通って、いやテテフに引くから、いや他も流星群打つ。マンダの前リュウチのこと取れない。ユースの前引いてくるよなポリゴン、あポリゴンだったらいいよ。これラストモロバレルとかかな。当たらないなんかすげえ試合だな。でもこれ逆に助かったな、 C ダウンしなかったし瞑想で、うん、逆に助かったまである。ただ独特とか、まあ、独特いけど電池だからちょっとめんどくさいですね。マンダが S をそんな振ってなければラティ抜けるので、あれ AB が OK、 これのは起点ですね。起点が起点ね。全然入んねえぞ。よーし凍るなよ。まあ瞑想積んじゃうよー、瞑想。ただなこれ最速マンダの場合に瞑想読みでマンダが出てくると、どうしようどっかで跳ねはしたいですね。レッドビーム、まあこれ氷とか急所とかあの辺狙いでしょうね。ここは跳ね休めでいい。積めるだけ積みたいな。裏のテテフがいるか分かんないけど、テテフがいることを考えたら
ミミッキーの可能性もあるからな。それだけ詰めとか言ってもどっから一発殴ってもいいですね。イカ様切り替えていきましたね。まあ、これ B 振ってるんで全然入んないでしょ。オッケー。ただ固定でこのダメージは入ってしまうので、瞑想詰めばダメージが抑えられるっていうものではない。だ氷がなくなったのでそれはでかいですね。ここ一発サイコショック打ちますか。あのミミッキーに引かれる可能性があるので引いてこなかった。じゃあいいや。これぐらい、ああまあまあですね。イカ様、いやでもミミッキーに引いてもらって、ミミッキーいないか。ラティに対してミミッキーバック安定だもんな。いてミミッキーはいないでいいな。モロバレルじゃないのラスト。羽休め、メサ積むだけ積もう、まあ、こんだけ積んでしまえば出てくる技も耐えるから、こんだけってまだ2回だけど。再生、再生はでもこれあんま意味ないんじゃないか。結局危険になりますよね。再生はここで一時的に HP 残してもあんま意味ないような気がしますが、瞑想できればな。相手がポリゴン2から交換してくる可能性があるから殴りたいんですよね。冷凍日、ああ相手も気づいたが、イカ様ジェミがないことに。そう、氷しか手はないぞポリゴン2くん。そして後発してきた天才かよ。まあまあこれ試行回数ありましたいやあったで、でも3回だからな3回だからな。まあまあ解ければ問題ね。解ける、言霊というものが。ん、え、いやいやこんな、いやでもこっからまだ角5とかでしょこれ多分。いやこ角5はないか。でも解ける解ける解ける、解けて、マジで頼む。ウルトラテオス一緒に歩んできたぞここまで、頼むぞ。そう、言霊というものがありまして、言葉を発するとね、その通りに物事が起きる的な、まあ起きることがあるみたいな。あとこっから2回耐えるか、耐えるな、次も耐える。だからここあと2回ぐらいチャンスがある、頼む。ここ大事、ここ大事。おい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 試行回数でいったらこっちも稼いでんぞねね、いやこれ試行回数が高いけど、僕がもう解ける試行回数稼いでから、だからここで解けてけ、頼む。解けなかったら負けてしまう。なんてことでしょう。まあこれがまあポケットモンスターというゲームですかね。完全に勝ちムードだと思ったわ。まあ確かにいつか凍る可能性はあったからあれだったけど、まあいいや、しゃあない、こうやってしまったらしゃあない。アイアンと君に決めた、無限にひるませれば勝てる。他爪研ぎですね、火力が欲しい。火力とあとはこれで命中安定になるのがアイアンヘッドが10万じゃさすがに落ちないと思うけど、でもいいダメージが入りますね。2回耐えらんない、ひるませるしかない。バカリキじゃ落ちないからひるませるしかない、頼む。ひるませてくれ、くっそ耐えてくれ耐えてくれ。モザイル頑張ってくれ。いやこいつもまだ全抜きを狙える可能性はある、ボルトとかの場合に。ただこいつもこいつ D 下げてるんで10万2回耐えないですよ絶対に。でしかも滝根森の秀美もないから、急所版、急所でも落ちないかなポリゴンって。D 下げてるからかなり柔らかいんですよね。しかも麻痺負けですねはあつらい。対戦ありがとうございました。くっそ。